はい、えー、東北楽天の松井裕樹投手とですね、えー、読売ジャイアンツの、えー、沢村投手ね、えー、2人がオープン戦失点ゼロで開幕を迎えるというですね、記事が出てました。えー、2人とも今年はですね、クローザーですね、えー、守護神、新守護神としてのお役割が期待されてるんですけども、えー、頑張ってほしいですね、えー。とにかくですね、自分の力を全て出し切ってもらいたい、ね。出し切ってもらいたいんだけども、結果としてはセーブしてほしいですね。 ねずっちです。えー、今日はこれから爆笑問題の田中さんとお野球のトークライブしてきまーす。